皆さんおはようございます。勝手気ままな旅人です。ただいま滝川駅に来ております。これからバスに乗りまして、石勝線の新十津川駅に向かいたいと思います。あちらにあるのが旧滝川バスターミナルになります。今現在のバスの乗り場ですが、後ろにちょっとバス停がありますので行ってみましょう。こちらのバス停はですね、札幌留萌方面の高速バスの乗り場になります。普通の路線バスの乗り場はこちらロータリー内のにある路線、乗り場になります。こちらは中央バス滝川駅案内所になっております。ちょっと中入ってみましょう。中に入りますと正面には時刻表があります。で、新十津川役所行きのバスは左端っこの、になっております。こちらは運賃表になります。下は券売機になります。で、この駅の受付はですね、まだ時間前ですので閉まっております。こちらはバスの乗車券になります。新十津川までは230円です。で、乗り場がですね、一番乗り場になります。こちらが新十津川役場に行くバスです。普通の路線バスの来ると思ってまして、撮影してたらいきなり高速バスが止まったんだよ。思わず、はぁと思ってたら、それがあったんでね、ちょっと写真だけになります。それでは、新十津川役場に向かって、行きたいと思います。まっすぐ行きますと新十津川の駅に行くんですが、バスは左を曲がりまして終点の新十津川役場に着きます。終点新十津川役場でございます。
ここから新十津川駅までは徒歩移動になります。新十津川駅の看板が見えますと、右側の方にですね、駅舎が見え、間もなく新十津川駅に到着になります。はい、無事に新十津川駅に到着いたしました。で、こちらはですね、鉄道グッズ売ってる寺子屋さんになります。では、今度は駅を散策したいと思います。ご視聴ありがとうございました。